今日は節分ですね。節分になると毎年思い出すんですけど、昔恵方巻きを丸かぶりしていた母に何の気なしに話しかけたら真剣に怒られたことがありました。願掛けしてたみたいでね、ごめんって思いながらもびっくりしたことを未だに笑い話で思い出します。今年も恵方巻き買ってきましょうかね。